こんにちは、まんまるなです。今回は100均商品の中で節約や時短にぴったりのアイテムをご紹介します。実際に使いながら使い方のアイデアも交えてお伝えしています。ダイソーの商品でティッシュやロールペーパーを節約しながら使えるものをご紹介します。まずはティッシュボックス。ティッシュ1枚もいらないという時に普通のティッシュを半分に切って入れておくと役立ちます。ボックスのサイズは 13cm×13cm、 高さは 8.2cm、 材質はポリスチレンで透明のシンプルなケースです。早速ティッシュを切って入れていきます。箱ティッシュだと箱がもったいなかったのでこういったティッシュを使いました。ティッシュをだいたい真ん中でザクッと切っていきます。そしてティッシュを入れていきます。ちょっと使うのにいいサイズ感になりました。ティッシュが2倍になって出費を浮かせられます。せっかくなのでマスキングテープで飾ってみました。化粧してる時にいろんなシーンで1枚もいらないなと感じることが多いので節約になりそうです。ブラシをさっとお手入れする時や根元を押さえたりする際にちょうどいいサイズ感になりました。テーブルやベッド周りに置いても場所を取らずコンパクトなところもいいです。ティッシュを切るという最初の作業がちょっと手間ですが、これだけの量でかなりの期間持つのでおすすめです。続いてこちらがロールペーパーケース。トイレットペーパーを収納しておけるケースで必要な長さでカットして使えます。こちらもキッチンなどに置いておき、ちょっと汚れた場所を拭くときなど少しでいいときに便利です。ここにトイレットペーパーを入れ込み、芯を両サイドの丸い突起に入れ込みます。少しだけペーパーの先を出しておきケースを閉めます。特にカットしやすい加工になってないので、カットするときは片手で押さえてもう片方の手で引っ張るとスムーズです。トイレで使うものという印象が強いトイレットペーパーですが、このように見た目をケースでカバーすればどこでも使いやすくなりました。いつもキッチンではこちらのペーパーを使ってましたが、こんなにいらなくてちょっともったいないなと感じることがありました。ちょっとこぼした時や汚れた時はロールペーパーを使おうと思います。
次にご紹介するのがダイソーの醤油スプレーとオイルポンプです。どちらも調味料の節約に役立つアイテムです。容量はどちらも 80ml、 本体はポリエチレンです。まずは醤油スプレー。調理中や食事中につい醤油をかけすぎてしまう方にぴったりです。霧吹き状に醤油が出てきてシュッと手軽に減塩できます。そしてこちらがオイルポンプ。ドレッシングやオイルはどうしてもドバッと出てしまいがちですが、これならワンプッシュで量を調節しながら使えます。洗って乾かしました。調味料を少し移していきます。醤油スプレーは結構広範囲で広がります。ドバッとかけてしまいがちですが、スプレーなので表面に醤油をかけられます。目玉焼きにもかけました。オイルポンプの方はワンプッシュ小さじ2分の1にも満たない量が出ます。必要な量だけかけることができるので、食べた後もべったりとお皿にオイルがついてるようなこともなく、気持ちよく後片付けできました。こちらはすでに使っているシリコーン卵焼きというアイテムです。油なしで目玉焼きが作れるアイテム。こちらで作ると卵白がふっくら仕上がって美味しいので、いつもこちらを使ってます。フライパンを温めてその上に置きます。この穴に卵を割り入れます。途中でこの穴から水を入れて蒸します。水が蒸発しきったら完成です。油を使わなくてヘルシーかつ節約にもなり、一石二鳥です。イングリッシュマフィンにぴったりの形なので、よく挟んで食べてます。次にご紹介するのが髪を乾かすときに使うヘアドライ手袋です。水分を素早く吸収してくれるふわふわのマイクロファイバー状の手袋で、こちらを片手にはめて髪を乾かせば髪の毛を乾かす時間を短縮できます。そして電気代の節約にもつながります。フリーサイズの手袋なので、手が小さい方ははめてみるとちょっとブカブカに感じるかもしれません。
してるカラー3色の展開でしたが、実際はグレーなどもあるようです。ちなみにセリアには同じような商品でグレーがありました。普通にブライヤーを当てた時と比べて使ってみました。熱風を当て続けることで手の乾燥が気になってた方にとっては、この手袋をはめることで乾燥予防になります。ドライヤーを当てる時間が少しでも短ければ髪へのダメージも減るし、お風呂上がりは何かとすることが多いと思うので時短になるのが何より助かります。次にご紹介するのがダイソーのシリコーン蓋。いろんなところで見かけるので使ってらっしゃる方も多いと思います。ラップとして使えてレンジも使用できるので、そのまま温め直しもでき、何度でも洗って繰り返し使えます。今回はずっと探してた直径18センチまでの容器に対応する大きいサイズを買いました。よく使ってるガラスボウルにちょうどいいサイズです。大きなボウルに入れたおかずの残りを保存するときはラップの使用量も多くなるので、こういったシリコンの蓋を使うことで節約になります。こちらは直径14センチまでの容器に対応するものです。このように浮かせられるぐらい密閉できます。以前もご紹介したシリコンのビラップというものもあります。ラップの代わりになるという点では一緒ですが、すごくよく伸びるので対応する容器の幅が広がります。こちらもこのままレンジでチンできます。伸びラップはラップとしてだけではなく、オープナーや滑り止めとしても使えるという点でも重宝しています。使った後は軽く水ですすぎ洗いしたり洗剤で洗ったりして何度でも使えてエコになります。